現地隊、機体の準備が整った。状況を知らせる。ゴーレム隊とタキシの2小隊は合流済み。すでに交戦中だ。君たちは戦闘の真っ只中に到着する。明治隊、この空域にいるバンディットを全て排除せよ。現状我が方が優位だが油断はできない。幸運を祈る。明治1、ウユコ。明治1よりゴーレム1、ただいま到着した。明治1、それから明治2、このまま押し切る。さてトリガー、俺たちの腕を他の隊の奴らに見せてやろうぜ。ゼキ、一度食らいついたら逃がすなよ。雲の中に逃げようが追い詰めろ。狩りの始まりだ。
ーソナルガードを運用していることがはっきりした。やつらめ、実戦投入の準備は万端だったわけか。レーダーを照射されている。こちら、メソン。化け物取りをどうする？メソン。ブレイク。現在作戦本部の判断を待っている。やだ、予感がするね。生き残るぞ、トリガー。バネット、武器が飲めない。包囲されてるぞ。この間の無人機よりいい動きしてるぜ。なんて動きだ。数が多すぎる。簡単に落とせるだけじゃないぞ。メソン。全機器へ、作戦に変更なし。メソン。アーセナルバードを破壊せよ。あんなのと戦うのかよ。どうなってんだ。無人機に対応するだけで精一杯だ。ゴーレム隊、デカ物を落とすぞ。早いぞ。アーセナルバードから行きたいな。何が起きてる。
単に喋るだけでいい。相手はレシール30、直弾がオレンジ、引き離せない、ついてくる。オーレムス、格闘戦をやめて逃げるんだ。残念だが今回の両面作戦は失敗に終わった。クワーバンティを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。またしても艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことから中立国の世論が我々を非難している。我が部隊においても被害は大きかった。しんがりを務めた者たちの活躍がなければ戻れなかった機体はもっと多かったのだ。